球場の皆さん、こんにちは。 KMIO ケビオンビアーズ、はい、ということで皆さん、先週1週間は素敵なウィークを過ごす中でしょうか。今日はですね、もう皆さんからも見ても目視ができている通り、ここに席が一つありますということは、誰かが今日はこの動画に遊びに来てくれるということなんですけど、もうめんどくさい話は全てね、この世から去っていただいて、早速お呼びしたいと思います。今日は私の動画になんと松田源太くんが来てくれてます。どうぞ。おはよう。おはようございます。やばくないですか、ついに松田源太くんが私のチャンネルにいる。お邪魔します。この事実がこの世に存在している。すごすぎる。ありがとうございます。またこちらこそありがとうございます。多分もう見てくださってる方も本当に泡吹いてるんじゃないかなって思うぐらい、多分お待たせしてしまったんですけどまあね、いろんなことが起きて今回源太くんとのコラボが実現しました。やったー。どんなお気持ち、大丈夫そうですか？大丈夫、大丈夫。本当にすいません。はい、はい、ちょっとね。で、まあ、源太くんとは私仲良くなりたいんです、めちゃくちゃ。はい、なんか、なんて呼んだらいいですか？源源とか呼ばれてます？あ、源源呼ばれてますね。あ、本当ですか？じゃあ源源って呼んでます。源源、はい。でもなんか、指定があったら。あ、ないです。今日は源源が来てくれて、何の動画をするかと言いますと、なんかもう本当に自分から言うのも恥ずかしいんですけど、今日は源太くんにメイクさせてみたいな。おぉ、してくれるってこと？はい。お、でもなんかもう本当に皆さんが思うより、もう皆さんが源源をもうテレビとかいろんなところで見てるより、もうここに目の前に現れるとマジ顔面がハイビジョンっていう本当に何ていうの、美のバクテルがバクってるので、ね、結構だからすごく恐れ多くてこの企画をやるのに。うちがいつもメイクをやっているメイク道具を今ここに、実際にこれとかも機械もそうなんだけど、集めていて、うちが仕事する前のその仕込みを源太君にも仕込んでみたいなと思って。おー、うちがいつもやってる感じを源源の顔面にフィットさせるという。打ち込まれると。そう、すごい。でもなんか問題が一つあって、うちってもうほんと誰かのメイクをやるときに基本的に最終的にたどり着くのは土偶なんですよ。で、それをやってしまった暁にはこれを見てる全てのファンの皆さんが私のところに走ってくる。そう、で、それは怖いということで、ちょっと私も今日は真剣にやらせていただいて大丈夫ですか？もう全然もうぐちゃぐちゃにしてもらってもダメ、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 ダメなの？ダメだ。はい、タケミオサロンへようこそ。いらっしゃいませ。はじめまして。お客様お一人でよろしいですか？はい、一人です。はい、ではですね、まずはこちらのミストを使ってお顔を、はい、これからね、いろいろ乗せていくんだぞっていう準備をいつもやっていますので、はい、それを始めたいと思います。はい。使い方がちょっとわからない。すいません、しょっぱなから言うの。汗、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 冷やして、ごめんなさい。心もだ。失礼いたします。汗かいちゃってすいません。そんな美しい水が出てます。ここアマゾンかっておっしゃられるんです。いや、本当ですよ。これを浴びながら、はい、顔を、なんていうの、リンパをこう上げていくみたいな状況を、ちょっと化粧のりが良くなるので。なるほど。これをちょっとやりながら、すごいいろいろ多いんですけど、こんな機会で、私がその間に源源の頭皮をちょっと今から治療していく。頭皮？マジで？頭皮もやってて、うん、頭皮で、ごめん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 、これ源の煙じゃなくてもう水なの。あ、水なの。そう。なんか申し訳ない、いろいろ本当にごめんね。あー感じます？あ、感じ、結構やばい。やばいぐらい分からなかった。いつもはなんか、はい、多分ライブとかいろんなイベントとかもあると思うんだけど、うん、メイクはどういうのでやってるんですか？コンサート、舞台は全部自分たちでやる、はい、と。そうなんだ。そうそうそう。じゃあ絶対ぶっちゃけ源源の方がうちよりメイクできんじゃねえ。お気に入りのやつとかあるんですか？お気に入りのやつ、なんかどういう感じのメイクとか、日によってテーマとか自分で決めてやってるんですか？今日はライブこれだからとか。あ、でもなんかすごい汗かいてすごく動くから、うん、確かに。スタイリング剤はほぼつけないで。あ、そう、ウォータープルース、ウォータープルース、ウォータープルーフ、フじゃん。それフ使ってる。あ、こだわりはね、あんまない。あ、意外と。意外と。じゃあ今日は大丈夫そうですか？あ、もう全然、逆にそういうので覚えて、はい、ライブでもそういうメイクして出たいなと思う。やば、おこがまなんだが。なんかもう本当に変な感じ。なんか今まで見てた人が隣にいる。いや、逆にこっちも本当に。いや、でも本当にだってもう2年ぐらい、3年ぐらい、うん、3年ぐらい前から多分源太くんが私のことを言い始めてくれて、うん、言い始めるっていうか、うん、いろんなところで言ってくれるようになって、そこからいつ会えるんだろうとか、僕も会いたいとかって思ってたから、うんうんうん、まさか2021年ついに。いや、本当にやばすぎ。本当に最高。そんな、ありがとうございます。ありがとうございます。源源は何歳の時にジャニーズに入所されたんですか？何歳だ？小学5年生ぐらいだから。うわー、ってことは今20歳？今20歳に、あ、21。あ、ってことはもう10年以上。
そうで最強じゃん、すごい。いやいや全然、でもキミオくんも長くない、うん、その YouTube とか始めて。確かにうちら言うて古株かも。見てください、ご覧の通りゲンゲンさんが仕上がりました、はい、ということでここからですね下地の戦いに私は向かいたいと思います。ここでねもうどう出るかでもうゲンゲンさんの顔面がというか私のねもうスキルもですけどいろいろ変わってくるのでちょっと慎重に深呼吸しながらやっていきたいと思います。 OK、 まず最初にこのキューミオの BB クリームを使っていきたいと思います。じゃあ1回すいませんちょっと色チェック入ります。はい、失礼いたします。もうちょっと出したほうがいいです。あ、ごめんなさい。真珠2個分ぐらい。わかりました。パール2個分ぐらい出したら、パール2個分をもうカットして私側からのものがやってるんです。なんで笑うんですか。私、間違ったことしてないですよ。後ろで笑ってる。笑わないでください。ひどい。ちょんちょんってなんか恐ろ恐ろっていうか可愛いなって思って。本当ですか。でもどうしてゲンゲンはジャニーズというかこの業界に入ろうと思ったの。でもなんかその平成ジャンプのライブをお母さんに連れてってもらって、うん、それこそあのいきなり東京ドームドームコンで初めてジャニーズのコンサート見に行った感じかな、うん、でそれでそう出たいなと思って、でもなんか噂によるとそれ出てたんで、はいはい、出る代わりはい新機体とか踊った懐かしい、はい、ウルトラミュージックバラスト行きまやばいよね、この子普通にすごい。だからもう絶対もうこんなこと言ってもあれだけど、うん、うちがもしこのままもしジャニーズさんにいたら、うん、うちらの同期ではないけどでもまあ同じ事務所みたいなことがあったかも、うん、確かに知らないところがやばい。やばい、じゃあもう先輩でもいや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 元太くんのね話をね聞きながらねあのねもうね今必死なのもう脇汗やばいね本当に。そうもう話が全然ないって話やヒゲってマジでめんどくさくないですか。わかんの、ね、脱毛希望してます。あ、今行き始めたの全身で。で、今21でしょ。そう、あ、絶対もうそのぐらいの年齢に行っといた方がいいと思う。じゃないと青くなるから。そうそう、なんか人によってはさ、うんうん、脱毛行きたいけど、うんうん、でも将来もしかしたら30ぐらいになったらヒゲが欲しくなるかもしれないから行かないっていう人もいるじゃん。いるいる。でもヒゲも脱毛してるの。ヒゲもやってる今。そうだよね、だってお仕事とかでさ、うん、毎日剃らなきゃいけないじゃん。そうだからさ、荒れるじゃん。うん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 、うちも行きたいんだよね、脱毛。おすすめ。マジで痛い。でもどこが痛い。上が痛い、下が痛い。下、それとも脇、どこ。全身やってる。全身。脇が痛いとか、毛がもう密集っていうの、密になってるところはもうバチ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 みたいな。麻酔あり。なし。あり。え、ありなし。あり。あり。ポンポコンポンポコ山の松田健太。ポンポコンポンポコン。はい。ポンポコ山のゲンゲン。ゲンタゲンタゲンタ。ポンポコ山のゲンゲン。ゲンゲンゲンタ。じゃあ美容とかにも結構日々からあれなんですか。なんかいろいろやってるの。いや全くなんかそういうのもそういうのは詳しくなくて、うん、なんか学んでいけたらいいなって思って。確かに難しいよね。うちも表面で生きてるから基本上辺なの。わかる。俺もそう。あ、そう、同じ。全く一緒。上辺じゃん。上辺。上辺じゃん。なんかどういうことをして遊ぶんですか。普段。うん、なんだろう。でもメンバーと、うん、トラビスジャパンのメンバーといることが多い。普段は多い。でもなんか勝手なイメージだけど、うん、なんかダーツとかやってそう。ダーツ？ビリヤードみたいな。やってない。やってない。うん。でも逆にケミオくんは何すんの、お休みの日とかは。うちは買い物。買い物か。もう服の。お洋服おしゃれ。いやいや、このズボン、このズボンやばいじゃん。いやいやいや、今日履いてるこのズボンマジで可愛い。マジでこれ超可愛いの。着物やつ。そう、褒めてくれ。バレないように盗もうかなと思ったバレるよ。さすがに無理だ。最初がこんな感じで完成したんですけど、お気に召されます。大丈夫。すごくお綺麗で。嘘、正直に言って大丈夫そう。なんかここ直したいとかあるわ、うん、ない。ない。次コンシーラーいきます。コンシーラーもヒューミオのお家は使っております。私ゲンゲンの顔めっちゃ白く塗ってるね。もう本当にごめんなさい。ゲンタ君もこれ見てたら私は痛い。バッタイムパールズが帰ってきた。あ、涼しい。暑くないですか。私全然マジで。でも脇はやばい。脇はもう本当にガンジス川みたいになってる。もう恐ろしいよ脇はもうこの時間本当に やばいよね。いつもメイクさん緊張しちゃうよね。この時間ごめんね。ステージに立ってる時何考えてるんですか。それすごい気になる。無もう、ただ楽しく楽しい。そうなんだ。なんかこうステージ踊っててあ可愛いかもとかお客さんの中で見つけたりするんですか。全然見つけちゃう。あげちゃうそれ。うち次うちはこんな振り回してライブ行くわやってね、すごく盛り上がって、うん、こうなんかルンルンで、うん、踊りながらこう見てくれてるファンの子とかにはすごくメイク。あ、やっぱ本当に純粋に自分たちのパフォーマンスとか音楽とか楽しんでくれてる空間をっていう子は、そう、あ、 もうありがとうって。うん、あ、やっぱそうだね。嬉しいよね。嬉しい。
君となんかそういうライブのステージ立ちたいな。奇跡じゃん、そんなのが起きたらやばー。ってマジですごいって思うもん。なんかだって私とかは YouTube とかでこう画面でこうやってやってる感じだけど、人前に立ってなんかそのなんだろうな、何人の人にこう生で見られながら1曲2曲じゃなくてさ、すごいフルのセットでさ、こなすじゃん。だからうちだって振り付けマジ間違いすぎてもうほんと暴動とか起きちゃいそう。金返チケット買え、金返せ運動みたいな暴動うん、すげえ。今んとこいけてますね。結構いけてると思う。イエーイ。普通にめっちゃ綺麗じゃないですか。状態良くないですか。状態良いと思う。すごい100って感じ。ということでもう完成じゃないですかって。わー、飲んでいい。あ、全然全然、うん、絵をペイントしてるみたいな気分でこうやってやってるんですけど、これでドラゴン、あんまあんまみたいな、おまん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 、おいしい。で、横にもちょっとスライドしていただいて、ごめんなさい。で、なんか今日は特別というか、今日はなんかこれいつもはやらないんですけど、はい、あんまり普段は、うん、なんかちょっとせっかくなので、ゲンゲンの顔になんかワンポイントなんか残したいなと思って、お、ここにちょっと星を描いてもいいですか。お、もちろんもちろん。で、あのイメージカラーブルーじゃないですか。ブルーだからちょっとブルーでいいですか。やった、失礼します。お願いします。お邪魔、ぷーん、はい。やばい、どうしよう、もう分かる、失敗する。かわいい、すごい、いい子やね、ほんまこの子、ほんまこの子いい子。おみさん、さっきからほんまに褒めてくれる、こんな子なかなかええへんって。最後はあの髪の毛の方もやらせていただいて。はい、髪の毛サラサラですね、お客様。本当ですか。髪染めたりしないんですか。あ、でも金髪の時ありましたよね。あ、あった。あんま染めないですね。そう、髪の毛もずっともう黒のイメージある、うん、暗い。そう、なんか本当は染めたいんだけど、うん、妹のまずいかなみたいな。毛根がやばいね、悲鳴上げてるの。マジでやばい、ぐちゃぐちゃにしちゃった。失礼いたします。申し訳ございません。お願いします。社長には言わないでください。すいません、絶対作らないで、次も現場で会いたいです。すいません、失礼いたします。あ、全然私映んなくて大丈夫ですよ。映ってよ。全然私映ってよ。なんかこれの方がなんか現場っぽくないですか。確かに。ジャニーズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジャニーズエンターテインメント。あのなんか本当にスタッフさんっぽくないですか。ゲンゲンのチャンネル、ゲンゲンのチャンネルにすごいスタッフさん。今日あれですよね、ほんと今日オーラス。なんか今日はお疲れ様です。大変だったですよね、やっぱり。ありがとうございますよ。ね、途中なんか大雪で中止かもとかって言ったんだけど、はい、感謝人間。私実はなんか陰でてるてる坊主とか作ってた、うん、かわいい。そうなんです。でもこれ言わないでくださいね、なんかこういう会話ってやっぱりね、ちょっと慣れ慣れしいなと思っちゃうので。でもだから良かったです、今回ツアー。いや、ありがとう、はい、成功できて本当に奇妙のおかげ。嬉しい。LINE のアディコここに書いておきますね。てか、この動画に出れてんのがマジで不思議でしょうがない。本当ですか。だって、いつも見てる、うん、あの、なんだ、うん、この見てる側なのに、はい、この出てる側っていうか、うん、すっごく不思議な感覚になってる。いやでもね、本当にリアルな話をすると、うん、なんかもうめちゃくちゃ、うん、なんか松田元太くんが僕のことをなんかもうあんなにいろんなところで言ってくれたりとか、うん、なんかもうそれがすごい嬉しかった。本当に純粋になんか今までマジでなくて、こんなになんか自分の本をなんかすごい嬉しかった。いや本当にもうたくさんの、もうこれを見てくれてる人も絶対たくさんの人たちが絶対元気もらってるよ。いやー、そんな、あの、すごすぎる。どういう髪型が好きとかありますか。今日はこうしたいとか。じゃ逆になんかいつもなんかしなさそうな。え、逆にですか。逆に。したらもう反り上げちゃう、うちに。そう冗談冗談。3滴ぐらい。すいません、すいませんでした。いや、このままコンサート出たいな。仕上がりました。イエーイ。イエーイ。今日いかがですか。いやもうすごい美白でサラストで、でもう顔面があの完成したということで、ちょっと最後にあの実はなんかこの間ビビの撮影した時さ、ゲンゲンがさうちに LINE でさ、なんかもしいらない服とかあったらって LINE くれたじゃん、うんうん、そうだから整理してきて持ってきたの今日は。ありがとう。全然超嬉しい。うちがちょっと、でも本当にあの荷物になっちゃうから、お気に召さないやつはもう速攻もうぶっこふって。やだ。うん、お願いします。洋服が入れてきたので、でも本当に本当冗談抜きで好き嫌いって。全部着たい。まあだからこれもしよかったら。マジで、はい、本当にありがとう。マジでありがとう。全然なんかすっごく嬉しい。いや本当、いやだからそう言ってくれたから、あ、じゃああげようと思って。すごく大事に着る。いやいや全然、本当この出会いに感謝です。いや本当に感謝、ありがとう。ボーン。ということでみんな今日の動画を見てくれて本当にありがとうございました。今日はですね、もう本当奇跡のコラボ、松田元元がここに来てくれました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。いやもうこんなこっちの側に出れるなんて、もういいですし、こっち側の人間僕な。
ね、大丈夫っぽくない？また一緒にできればぜひこちらこそあの応援してます。お仕事大変だと思いますけど、ということで皆さん、ぜひぜひあの源太くんたちのチャンネルでもあのコラボ動画が上がってるので、ぜひ概要欄にリンク貼っとくので、あの飛ばないと本当消すからって感じでよろしくお願いしま す, しますということで、またみんなで来週会える日を楽しみにしてるので、うちらでまた1週間頑張りましょうね。バイバーイ。